ガイ・ホークスデーの今日、イギリス各地では花火が打ち上げられていることでしょう。この試合は私、西岡明彦と福西崇史さんでお送りします。前半のキックオフ、まずはガンバ大阪ボールです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。今野康之、渡辺一馬、サイドへパスを出します。このシュートは外れます。これは悔しいでしょう。惜しいチャンスでした。いいクロスが入りましたが、コースを狙いすぎたでしょうか。これは見事なパスカットです。ここはファールの判定です。警告はなさそうですね。秋野博樹、危険な位置です。緊張感が増してきます。スローインでのリスタートとなります。石川俊樹、ボールを失いました。ひとまず前に出しました。真ん中にクロスを上げた。オフサイドの判定です。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここはボールを戻します。蹴り出しました。これは危ない場面でした。遠藤康人、引いて守りを固めています。おじそく、いいカットです。ボールを奪いました。アデミウソン、遠藤康人、アデミウソン狙ってきた。ボールがこぼれました。クリアできるか。藤原弘樹、渡辺一馬、決めに来た。入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。何のごまかしもなくダイレクトでシュートを打ってきましたね。ノートラップで打てると判断したんでしょう。素晴らしいテクニックでした。この角度からも見ましょう。決してここまではプラン通りに試合を運べているという感じではない様子でしたが、ゴールが決まりました。そうですね。このゴールで試合も面白くなってきましたよ。石川俊樹、ボールを大きく押し出します。遠藤のパスがカットされました。遠藤康人、
遠藤の存在感は変わりませんね。パスの精度とポジショニングが絶妙です。この年でも第一線でやれるのは素晴らしいですね。相手のゴール前でパスを回します。シュートだ。キーパーがしっかりと止めました。これは見事に奪いました。アデミウソン、オジェソク、アデミウソン、パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。いいボールを送りたい。遠藤康人、オジェソク。前半終了です。スコアは1対0。後半のキックオフ、今度はベルマーレボールです。秋野博樹、ここはパスミスになりました。ボールを失います。渡辺一馬、遠藤康人、このボールはしっかりキャッチ。渡辺一馬、サイドから中央を見る。アデミンソンへ、気は抜けない展開です。今野康幸、このパスはまっすぐ相手に渡ります。この選手は前半あまり存在感がありませんでしたね。かなり不満の残る内容でしょう。チャンスらしいチャンスさえありませんでした。倉田修、視線が中にいった。さあ出すか。クロスは選手の頭を越えていきました。いいクロスが中に入った。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。アデミウソン、シュートを狙う。このシュートはうまくブロックしました。深くえぐって折り返す形のクロス。スローインになりました。サブの選手がピッチに向かいます。倉田修、藤原博樹、遠藤康人、短いパスをつなぎ様子を伺っています。戻します。藤原博樹、倉田修、これはまずいパスでした。相手に渡ります。カウンターを狙います。上がっていけるか。岡本拓也、ここでためを作ります。中央にクロス、出足が鋭い。カットします。前方に運びました。石川俊樹、秋野博樹、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。どちらもここで選手の交代があるようです。このパスはカットされました。ここは大きなチャンスです。何としても生かしたい。サポーターも湧いています。ここでゴールを決めれば
流れを完全にものにできますね。残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の行方は分かりません。ここを起点にできるか。藤本純吾、これは見事に奪いました。見事なスルーパス。キーパーの勇敢な飛び出しでした。しっかりボールを抑えています。藤原博樹、絶妙なパスが出ました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。藤原博樹、ここでホイッスル。ガンバ大阪が見事な勝利を挙げました。今日の試合はリードを許して終了を迎える結果となりました。残念な結果ですね、福西さん。はい、惜しいシーンも作っていましたから、そこをしっかりと決めることが課題になりそうです。